子供の頃から大学までキャャッチャー一筋すごいボールを投げるピッチャーがいると聞けば全国どこでもミット持参で飛んでいき実際にボールを受けて記事を書く長しのブルペンキャッチャースポーツジャーナリストの阿部正彦さんですご無沙汰しておりましたどうも大変ご無沙汰してますよろしくお願いします,ししますえー、まあもう高校野球は地方大会早いところではもう既に始まっておりますそうですねなんか北海道の学校ととか見てるとね えー、なんか一つ一つ聞いていくのが寂しい感じがもうします、ね、あのもう残酷なんです高校野球って、ね、間違いなく試合数と同じだけの学校が聞いていくんです、えー、毎日毎日今週末は東京神奈川埼玉なども開幕ということで今週は長瀬、えー、のブルペンキャッチャーが受けてきたプロ野球界エースの 高校時代ということで、現在のプロ野球界を代表するエースピッチャーが、高校時代に投げていたボールの感触を、流しのブルペンキャッチャー、阿部正彦さんに伺ってまいります。で、まずは基本的なことを伺いますけども、はい、まあ、世の中に、阿部正彦さん、たった一人しか存在しない流しのブルペンキャッチャーとは、どんなことをするのか、改めて教えてもらえますか。<laughs> えっとですね、あのー、その時の、まあ、ドラフト1クラスのピッチャー。 だからトップレベルのピッチャーに、えー、お願いをして、うんえー、ブルペンで全力投球をしていた、うん、でそれを僕が、えー、そこへ伺って、えー、キャッチング、補給をして、うん、でそれを8センチぐらいですか、ね、の記事にするというそういうい取材なんです、はい、最初に受けたピッチャーは今あの、ジャイアンツにおられる内海投手です。 宇津美投手、つはい、いつですかえっと、宇津美投資のここ3年の秋ですから。敦賀家日の時です、ね、はい、2000年、ちょうど2000年ですかね。<ー>えー、もう17年ぐらい前になりますかね。<ー>うんあ、そうなんだ。はい まあその後東京ガスに行って、ジャイアンツに行ったわけでして、はい、まあジャイアンツのエースとして、最近はちょっとね、交渉なんかもあって苦しんではいるし、年齢的なこともあるんでしょうけどでも、偉大なピッチャーだと思いますよ、はい、いろんな意味で。あの 個人個人って言っちゃいけませんね、まだ <laughs> 現役の選手ですから、うん、若い人たちの人望もすごく厚いし、うん、いろいろ教わってるピッチャーたちも多いって聞きますからね宇内海選手があれだけその走り込んでるのを見て、あの田口選手なんかも、投手なんかもね、はい、これは自分を本当にやらなきゃだめだって、あの坊主にしたのも内海選手を見てたからる、ね、あなるほどね、なんかわかりますね。今日はですね、えー、お話を伺うべく安倍雅彦さんにピッックアップしてい いただいたピッチャー5人います。もう行きましょう。時間の許す限り。 えー、まず最初は北海道日本ハムファイターズ大谷翔平投手、えー、二刀流3年連続二桁勝利です2015年投手タイトル総なめ<ー>2016年 MVP 日本最速165キロというのは皆さんよくご存知の通りまり、あ、今シーズンは故障で苦しんでやっと指名打者で登場ということですが、えー、花巻東高校時代にもう受けてますよねそうですねああののー、回受けさせてもらいました、はいあのー 一番最悪の故障でね、うん、股関節が痛かったんですね、彼は、あの、1年、2年の頃にね、はい、その頃に1回と、あと、一番多分いい時、うん、ここ3年の夏が終わった後ですね、肩が軽い時ですね、うん、まあ、もう、ベラボーに早かったです。うん、ベラボーに早かった。で、あんまり早いんで、あの、コーチの方がどんだけ出てるんだって測ってみれたら、152とか54とか出るんですよ。<laughs> で、昨日は練習してないって言うんですよ。<laughs> 秋ですから、もう元気上がってますからね、ねはい、昨日練習してなくて、今日54出して大丈夫って言ったら、もうこのので、大丈夫です、うん、普通のことですっていうのこうバッターボックスに入ってても、あの、ある程度野球やった方でも、その大谷翔平投手の投げる速球ってのは、恐怖を感じるっていうことですけれども、はい、実際安倍さんが、その高校時代の大谷翔平投手の球で152、54って言ったら、 どんな感じなんですかあのね、大谷投手のストレートは、うん、まずストレートっていうのは、綺麗なストレートなんです。はい、縦のスピン、逆スピンがもうきちんと効いた、うん、もう折り目正しいストレートっていうんですかね、うん、品のあるストレートだった、うんで 速いですよ速いけど、きれいな回転だから、変な動きをしないんですね、ま、うん、っすぐ来てくれるから、な、うんまあ何とか取れたんだと思うんですよね、うん、あれはこうちょっとでもこう回転がう汚いっていうんですかね、複雑な回転するピッチャーだと動きますから、うんも、もっと難しいボールになってたと思うんだよな はい、で今、それが160キロでしょ、うん、あの綺麗なストレートに感じたストレートですけどバッターボックスから見えればやっぱり何だろうね何見えるんですかねあっという間に来るんでしょうね僕、江川卓投手、はい、あの同い年なんですよ、はい、で大学違うんですけど間近で彼のストレートを見てましたけど、うん、やっぱりあの低めが地を這うようにきてホームベースの上でホップするような感じ、うんうん それはもう、笑顔の,のストレートと大谷翔平投手のストレート、僕重なったですね、うん、あの初速と終速、あまり終速が落ちないボールっていうことですね、すすミットに収まる前に。はい、こうね、ミットの面をピッチャーの方に向けて取ろうと思ったら、うん、ミットめ,めくられちゃうんですよ、ーボールの勢いで。だから上からボールをかぶせるような感じですね、ミットをかぶせるような感じですね、<ー>ミットの面の下を向く感じ、<ー>それでようやく、 大谷君のストレートが下から突き上げてくれるからスピンが <laughs> そんなボールがあるんだねでパチンってこう入るそばへえ<ー>で,でもねあの皆さんストレートストレートって言うんですけど、うん、あの 大谷選手の僕、ピッチングの肝持ち変化球だと思いますよ。あ,あそうですか。その時もね、僕受けた時のスライダー来たんですけど、えー、スライダーが真横に曲がって、吹っ飛んでったんですよ。<laughs> それで、あの、プロに入って3年目ぐらいに、うん、当時、あの、鶴岡選手って、今、ソフトバンクに、はいはい、あの方が受けてる時に、そに、みんなストレート、ストレートって大谷のことを言うけども、うん、彼はスライダーだって。 で自分の,その反射神経のマックスでようやく取れるんだというのは新聞の談話に出てたんですよ、うんうん、や,やっぱりねって、<ー>納得しましまた僕もでもスライダーだって140キロ台で来ちゃうわけでしょ、多分そうだと思いますね、それを横にスライダーして、真横に動くようなまさにスライダーですよね、はい、そんなの取る方も大変だけど、打つ方からしたらもう。 いつどこでポイント出せばいいんだあの人間の目って横に並んでますでしょはい。ただ横に激しく動かれたら消えますよね、しかしうん、視野から。はいはいはい。多分消えてると思います。へー。 そう、続いていきます。はい、ジャイアンツ、菅野智之投手、えー、侍ジャパン代表です、巨人の絶対的エース、ねうん、でございますが、えー、菅野投手の球を受けたのは、いつの時代ですかえーっと高校3年生、東海大相模の3年のあ、えーえー、夏の大会の前ですね、はい、今頃暑い頃でした、蒸し暑い頃だったですね、うん。その頃の菅野投手はどうだったんですかあのね、えー、これは… あー新聞なんかでも時ド々キドキ出てくる話だからいいと思うんですけど、うん、えー、ある意味禁止期間だったんですから。あれは 禁止禁止、うん、あの、門馬監督からですね、うん、えー、お叱りを受けて、うん、えー、ある試合で、ちょっと不甲斐ないピッチングをしたんですかね。うん、で、もう前は菅野の、ごめんなさい、相模のエースの資格がないと。うん、これから、その、夏の予選が始まるまで、草むしりしとけって言われて、うん、その通り正直に、あの、グラウンドの周辺の草むしりを毎日、こう、繰り返した、そういう時だったんです。うん からまあ彼自身もちょっとこう気持ちがしょんぼりしていることもあったんですけどね投げ込み不足不足ってこともあったんで、うん、あのびっくりするようなボールは正直来ませんでした、うん、ただ、その球質が硬い、い <laughs> 石受けてるよ。石,石の塊をミットで受けてるようなボールだったやつ<ー>ガツンゴツンってくるようなボール。へー 多分そんなに回転はなかったんでしょうね、回転のい多い、うん、あの大谷選手のようなボールだったらパチーンとくるんですけども、も、うん、そんな回転の,多い,あの多いボールじゃないんでしょうね、重い、うん、重い,いより硬い、痛い、そういう,こう補給感のボールを投げてました。 後に東海大学からジャイアンツドラフトでこう入りましたけれども、はい、あの今現在の菅野投手を見てまと、まあ、とにかく抜群のストレートと、変化球のまあバリエーションもすごいし、はいはい、で今見てると、その片りんっていうのは感じました、高校時代。ああのね、僕、実はあの大学でも受けてるんです、はい、大学4年の一番いい時に受けさせてもらったんです、はい、もうガラッと変わってました、はい、ガラッと変わって、菅野 A、菅野 B ぐらい変わってます。えー それは変わってます。もう抜群のコントロールですね。あと今、野村さんおっしゃったような、その変化球の使い分け。うん、カットボールなんて当時始まったばっかりかな。うん、カットボール行きますって言って、どんなボールだか僕知らなかったですよ。<laughs> <laughs> で、まっすぐ来るから、ま、うん、っすぐ来て動かないから、うん、そんなのまままっすぐ来るんだって取りに行ったら、そこでシュッと曲がって僕の右肩に当たったんですよね。痛かったでしょ痛あのー、その時痛くなかったんですけど、うん、翌日真っ赤になって腫れた うん、で,でも考えてみたらそこに投げられるって一番コントロールいいわけですよね、カットボールってね。はい、バッターの手元でスッと、スッと逃げていくみたいなボールだから、うん、僕の右肩っていうのは彼のコントロールとしてはベスト、うん、っていうことですよね<ー>で。やっぱりマウンドの雰囲気なんかもね、もう、もう怖い。 怖いって言葉がピったんこぐらいの緊着の完成度になってたんでね、うんうん、やっぱり東海大相模時代と東海大学時代の菅野投手っていうのは、別人、一生懸命努力したんでしょうね。さあ、今度は埼玉西武ライオンズ、菊池雄星投手、はい、去年12勝、うん、え今年すでに7勝しています、ライオンズの開幕投手であるし、もちろん今現在は、埼玉西武ライオンズのエースでありますけども、はい、菊池雄星投手も大谷翔平さんが出るまでは、 まあこんなすごいピッチャーが東北にいるんだっていうふうに言われた、ねはい、そうですね僕も菊池雄星投手も2回受けさせてもらった、はいいい,方いい時の方が3年の夏前か直前、今頃ですよね、はい、あのクロスファイヤーっていう言葉があって左ピッチャーが右バッターの胸元とか膝元に投げるボールですよね、はい、食い込んでくるボール、うん、これがもう素晴らしかった普通ね、ねそういう角度のボールってまっすら。 まっすぐなんだけどちょっとかすかにスライダー回転を帯びるようなあの斜めの回転で来るようなボールが多いんですけど菊池雄星投手のクロスファイヤーは縦の回転で来る、うん、これはすごいですよ、こう空振り取れるボールなんですよ、うんはあ、このボールを高校生で投げたっていうのが僕は彼の凄さだと<ー>あけどね、あのー、気まじめだった。 ちょうどその夏の予選の直前でょ、一番こう、しんどい時ですよ。いろんな期待がかかって、プレッシャーがかかって、うん、あのー、もうニキビの中に目鼻があるみたいな感じ、<ー>もう顔中ニキビ吹き出して、ストレスだ。もうプレッシャーを全面にこう、うん、彼一人で受け止めちゃって、背負い込んじゃって、うん、もうかわいそうなぐらい。<ー> だからもうここら辺をこう誰かこう肩をねもみほぐしてくれる人がプロ行って早く出てきたらいいねと思って、えー、いたら去年ですか結婚されたんですよねねだからまあそれが今年いい方向に出てるんでしょうかねね,まかりまねやっとなんかその菊池雄生投資の持っているこう才能がや とこ解雇はしてるんだけど、安定し始めた感じはしますけどね。はい、おっしゃる通りですね。うん、あのー、なんだろう、うつい2、3日前はね、ちょっと力みすぎちゃったですけども、うん、あの森コーチのお弔いっていうような心意気もあったんだと思うんだけど、はい、でもね、その、自分自身をコントロールできるようになってるなっていうのが、うん、すごく、あのー、特に今年の菊池雄星投手のピッチング見てて、うん、あのー、強い球を投げようとしすぎない。 ああ変わったんだな早い球を投げようとしすぎない、あ<ー>そこら辺のこのさじ加減というのが、なんかうまいこと言ってますよね福岡ソフトバンクホークス、武田翔太投手、高校卒業後、わずか5年で、はい、去年までにすでに42勝しています、ええ、侍ジャパン代表です、うんあのー、オーバーハンドですよね、1>, うん、1メートル88で腕も長いんですよ。うん で、真上から投げてきますんで、トータルすると、マウンドの高さも入れると、多分3メーターぐらいのところからボール離してくるんですよ、ね。うん、もう、しゃがんで構えてると、こう、顎が上がっちゃうんです。ボール離してると、離すところを見ようとすると。すごい,い角度です。で、あの、彼がこれだけ早い時期に勝ち星を重ねられたっていうのは、まあ、いくつか要因はあるんだけども、一番の理由として、あの、縦のカーブですよね。うんうん あのカーブがね、カーブって普通ドローンでしょ、はい、ドローンじゃないんですよ。上からね、地面に突き刺さってくるようなカーブがあ。あ、カーブがあるんだ。速い。は勝 <laughs> てないなぁ。そうなんですよであの。でもね、ガンで測ると110キロぐらいしか出ないんですよ。へ<ー>でもそれはそのあの、水平方向のボールの動きしか捉えないでしょ、スピードって。だけど、彼は縦方向にものすごいスピードで。 スト,ストレート、あのカーブがね、<ー>突き刺さってくるって感じ。<ー>だもう初球のカーブにミット間に合わなかったって僕、覚えてます。もう一方、はい、中日ドラゴンズ、吉見和樹投手、はい、最多勝2回、防御率、勝率計4つのタイトルを獲得しています、<ー>吉見和樹投手。そうですね、吉見投手はね、あの、先発に出たんです、3年の春をね、その直前に受けたんですけど、うん、オールローボール、低めのコントロール、うん、低めのコントロール、3分以比ですよ。うん 寒い日、3月の初めの寒い日だったらいくらコントロールのいいピッチャーでも高校生だとあっちこっち行くんですよね。うん、もうオールローボール40球ぐらい受けて。うん で、あの、淡々とにこやかに掘るんだよな、こう、フラット、ものすごくフラットなの、<laughs> <ー>ミスターフラットマン。うん、でね、あのー、僕印象に残ってるのは、試合、あのー、受けた後に話聞いた時に、あの、一番、その、癒される時間で何なの、うん、どんな時間って聞いたら、あのー、弟さんが二人おられた。うん、あのー、双子の男の子。うん、で、この双子の男の子に僕がお好み焼きを作ってあげて、うん、お母さん、共働きだったのかな。うん お好み焼きを作ってあげて3人で食べるときが一番僕が好きな時間なんですっていう話をして、うんうん、で僕がプロに行ってこの弟2人をその大学まで野球やらしたいんだ。 いう話を、こう、淡々とするんですよ。で、僕はあんまり人の話を聞いて泣いたことはないんだけど、その時は部活業泣いてしまいました。<laughs> ま隣で泣いてる人いますけどね。もう時間来ちゃったな <laughs> <ー>。最後に、阿部雅彦さん、責任執筆、責任編集の雑誌、野球人のご紹介です。はい。野球人はバックナンバーも含めて、大きな書店参加、ネット書店、あるいは日刊スポーツ出版。電話、東京、零三、三五四六。 へご注文なささってください、はいえー、スポーツ情熱レッド今週は久々にご登場いただきました、長市のブルペンキャッチャーこと、スポーツジャーナリストの安倍正彦さんでした。安倍さん、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。した失礼いたしました。